ゴー。よいしょ。よいしょ。さて、早速魔物を蹴散らしてみようか。どうせ、まんま違えた。街道の方に足を伸ばしてみたいぜ。ごめんなさい。どんな感じなのか見てみたいしな。街道の方に行くの？街道か。なんか採取できそう。私もどんな感じになってるのか見てみたいかも。うん。ここまで来といて言うのもなんだけど、本当に行くの？そうさ。トーク。相変わらず。大丈夫だって。街道にそんなヤバいやつはいねえよ。その根拠は街道だからってこと？でも街道に強敵が出るゲームもあるよ。危険そうだったら帰ればいいじゃない。まずは行ってみようよ。逃げる機能があるということか、それは。やっぱり見たことない魔物がいるじゃねえか。腕試しだ。あいつらに挑んでみようぜ。私の爆散するウニが火を吹くぜ。本当に？あ、特訓だから一回や二回じゃダメだ。何度も戦って勘をつかまないとな。うん、それ大事なんで。それまで俺に付き合ってくれよ。あ、間違えた。さあ行くぜ。一番大事な気合い入れそうな、入れてるような感じのところが。なんかいる。丸い丸いスライムか、あいつ。あ、やっぱり緑スライム。こいつをこいつをと。よし。レベルアップ。ちょっと待って、殴ることしかできてないの。ちょっと待って。アイテムかな？これだよね、これ。これを。おー、何も見えてなかった。私どうしよう。あ、そういえばなんかあったな。スキル。クイックアクション。違うな。行くよ。だって、なんかをさ、しなくちゃいけないんだっけ。AP すっごい溜まったね。魔法ダメージを与えてよって、あ、左上のアクションオーダー、あれか。ほうほうほう、オッケー。次から言うこと聞くね。そろそろどうだろう。なんか戦いに慣れてきた気はするが。お前正気か？今の私の様子見ててそう思ったか、本当に。うん、怖くはなくなってきたかな。きっと気のせいだ。僕もなんとか。私は何も体得してないよ。実践はこれくらいでいいだろう。そろそろ戻る。いや、もうちょっとやらせて。ちょっと。それにしても何やってんだろう僕たち。全然分かってないんだよ私。本当、俺らって悪ガキだよな。こんなことしてるなんてバレたら大目玉だぜ。そうなの？私もバレたらめちゃくちゃ怒られるだろうな。そうなの？バレないように家に帰ろう。そうなの？こっそりと一回お部屋に入ったはずなんだけどな。いやでもこれは何かがあれなんだろうな。ただいま。おい、こっそり。ライザ、お前またどこほっつき歩いてたの？こっそりどうなった？普通にただいまって帰ってるじゃん。うわ、めっちゃ怒ってる。ああ、嫌なタイミングで帰ってきちゃった。いい加減にしないと屋根裏の扉に鍵かけるわよ。はあ。ちょっと待って、それは困る。絶対にダメ。屋根裏？ダメじゃないわよ。いつの間にか屋根裏は改造してるわ。ほう。いくら言っても手伝いはしないわ。屋根裏部屋なの？いい加減によし。屋根裏はでもお部屋とは違う。屋根裏に鍵かけられたくなかったら今からでもお父さんの収穫を手伝ってきなさい。でも出禁ということか。もう出禁というか外出禁止ということか。収穫って空間フルーツでしょ。草刈り窯ってどこにあったっけ。知らないよ。鎌くらい自分で探せるでしょ。そんなぁ。いっそ錬金術でパパッと作れないかな。探すよりアンペルさんに聞いた方が早いよね。鎌を？まさか道具を作れるようになるのでは。アンペルさん、アンペルさん。よし、
きました。鎌の作り方を教えてください。錬金術で草刈り釜って作れないの？普通に作れって思われそう。草刈り釜？そんなもの何に使うんだ？実はうちって農家なんだけど、その手伝いで必要になっちゃって。だったら店で。いや、ちょうどいい。この際だからお前さんに新しい錬金術のコツを教えてやろう。さすが先生。錬金術のコツ？ああ。まだ一からレシピを考えるのは難しいだろうが、今あるレシピを改良するくらいはできるだろう。おう。レシピを改良？前に教えてもらったレシピを強くするの？いや、そうではない。ん？錬金術の改良とは、全く異なる道具を生み出すことだ。おう。それこそが錬金術のレシピ変化。レシピ変化。草刈り釜は、この本に書いてあるインゴットに大きな骨を加えることで作れるようになる。大きな骨？大きな骨も動物型の魔物でも倒せば手に入るだろう。動物型は倒してないのまだ。なるほど、レシピ変化か。ありがとうアンペルさん、早速試してみるね。一旦部屋に戻って入った。素材の精錬法を読みました。インゴットの作り方を覚えました。クロースの作り方を覚えました。はい、あと研磨剤、骨が必要です。骨が必要なので動物性の魔物を狩りに行く。やあ、よし、やっちゃおう。うん、で、ほい、とりあえず待機をして、なんかを待つ。アイテム使ってとか、魔法使ってとか。アイテム間違えた、待つって。アイテム使って、おーおー、あと魔法ダメージがあるね。クイックアクション、一緒に決めるよ。魔法こうかな。あ、でも1回くらいしか発動できないの、これくらいだと。あ、骨ゲットした。